ございます。Good morning, bon dia, buenos dias. 今日は私のスペインでのモーニングルーティーンを紹介したいと思います。この動画を撮ってたのはちょっと結構前なのでめちゃくちゃ薄着なんですけど、だいたいスペインにいるときはこんな感じのモーニングルーティーンで過ごしています。はい、ちょっと服がボロボロ服がボロボロなのは気にしないでください。まずはスペインのお家には大体あるこのペルシアナスっていうブラインドを開けて、でこの日よけを出します。これで部屋の温度が上がりすぎないように調節します。ナッツの場合はですね、こんな感じで顔を洗います。5年ほど前にスペインに住むようになったんですけど、そこからもずっと洗顔料は日本のやつを使っています。日本から絶対にストックを持って行って、でなくなったら新しいのを出してってやって、同じやつをずっと使ってます。日本よりも湿度が低くて乾燥しやすいので、冬でも夏でも保湿はしっかりめにします。までしか保湿をしていなかったので、部屋に戻って乳液を塗ってます。朝ごはんはあまり食べないんですけど、フルーツをたまに食べたり、あとはオレンジジュースを作って飲んだりします。オレンジジュースを作る専用の機械でこうやってオレンジをギュッと押すと、オレンジの果汁がどんどんここに溜まっていって、だいたい2個ぐらいこうやります。
同じようなことを繰り返します。そしたらだいたい1杯分のジュースになります。起きるともう日本は夜なので、結構連絡が溜まっていたりとかするので、一気に連絡を返したりやらないといけない作業を終わらせます。家を出る前にはメイクを済ませます。スペイン人の方は結構ノーメイクで全然外に出ちゃうっていう方が多いんですけど、みんな可愛いからね私はしっかりメイクをします。でも基本的にメイクをするときは配信をしながらファンの皆さんとお話をしつつメイクをしてっていうような時間にすることが多いんですけど、この動画を撮ってるときは携帯で動画を撮りたかったので配信はしてないです。メイク用品の紹介もちらっとできたらと思って、ちらっと使ってるものをこうやって写しております。よかったら参考にしてください。基本的に日本のブランド、もしくは海外でも買える日本でも有名なブランドを使ってたりすることが多いかなと思います。多分日本では買えない商品じゃないかなと思うんですけど、スペインのブランドでお気に入りでずっと使ってるやつです。あとは多分みんな日本で買えるんじゃないかな。出発しますが、ほんまに夏服でいつの動画やねんっていうね。はい、あでスリッパは部屋用です。後で靴に履き替えます。はい、以上です。準備完了、行ってきます。ご視聴ありがとうございました。Ha ha ha.